皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はマグネットジェルで作るキルティングネイルの作り方をご紹介します。マグネットジェルとオーロラパウダーを使うことで光に当たった時の輝き方が何倍にも増してより一層輝いて見えます。動画の最後では上級者向けの一手間加えたやり方もご紹介していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に塗る場合は事前にネイルケアと油分除去をしてベースコートを塗って硬化したところから始めましょう。まずは下地のカラーを塗っていきます。今回はこちらキャンドゥのメープルローズを使っていきます。マグネットジェルはキラキラの粒子がそこに沈んでいることがあるので、塗り始める前にコロコロと転がしてかき混ぜてから塗り始めましょう。かき混ぜたらマグネットジェルを爪全体に塗り広げます。一度塗り目はこのまま硬化しましょう。続いて二度塗りをします。全体に塗り広げたら磁石を準備します。爪の周りからゆっくりと磁石を近づけてクイッと上に磁石をひねります。爪の中心に向かって一周ぐるっと繰り返してマグネットジェルのキラキラを中心に寄せていきます。真ん中にキラキラが集まったらこのまま硬化します。次にノンワイプトップコートを全面に塗り広げます。この後オーロラパウダーをこすりつけていくので、その前にトップコートでツルツルの状態にしておきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。続いてお好みのオーロラパウダーをこすりつけます。今回はセリアのイエローのパウダーを使います。マグネットジェルだけで仕上げるよりも見る角度によって光った時の色合いが変わってくるので、オーロラパウダーを合わせて使うのがおすすめです。こすりつけたら余分なパウダーを払い落とします。次にベースコートと小さなブリオンを準備しましょう。球体のブリオンでもいいし、片面が平べったいスタッツでも OK です。まずは細長いライン筆にベースコートをほんの少し取ってブリオンを乗せるところに点付けしていきます。まずは真ん中のラインに3つ、次に両サイドに2つ印をつけます。両サイドは最初につけた印の真ん中に置きましょう。印をつけたらこの上にブリオンを乗せます。これでキルティングの目印ができました。このままライトで硬化します。
次にこの上からノンワイプマットコートを全体に塗ります。ここでマットコートを塗っておくことでキルティングのぷっくりツヤツヤした部分とのギャップができて、キルティング模様を際立たせることができます。全体に塗り終わったら硬化します。次にキルティング模様を描いていきます。使うのはアイシングジェル。なるべくもったりと固めのジェルを使った方が流れずに済みます。それでは細長いライン筆にアイシングジェルを取ってキルティング模様を描きましょう。まずは真ん中から目印のブリオンに沿ってダイヤの形を描きます。一旦縁取りしたらジェルを追加してぷっくりさせましょう。ここでのポイントは1個のダイヤを描いたらその都度硬化すること。こうすればジェルが流れ出ることなく綺麗なダイヤ型が描けます。また硬化するときは5秒から10秒ほどの仮止めで OK です。1個描いて仮止めしたら同じようにして上にも描いていきましょう。真ん中に2つ描いたら今度は両サイドにも同じように描いていきます。ダイヤ型が隣同士ぴったりとくっつかないように少しだけ間隔を空けて描いていきます。1個描いたら仮止めしながら進めていきましょう。全部に描き終わったら、今度はライトでしっかりと規定通りの時間でライトに当てます。セリアのアイシングジェルは未硬化ジェルが残らないタイプなので、これで完成になります。マグネットジェルの上にオーロラパウダーも仕込んだので、見る角度によってマグネットのキラキラとオーロラの輝きがダブルで楽しめるキルティングネイルになりました。また同じマグネットジェルを使ったキルティングネイルでも別な作り方もあります。ダイヤ型の模様一つ一つをマグネットジェルで描いて磁石で一個ずつキラキラにさせる方法です。こちらの方法で作ると手間はかかりますがキルティングの模様がさらに際立って見えますよ。マグネットジェルで作るキルティングネイルいかがだったでしょうか。同じキルティングネイルでも作り方を少し変えるだけで違った表情も楽しめますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたらぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。